ジェームズ・プレストン県は、ミズーリ州選出のアメリカ合衆国上院議員。ミズーリ州、メーコンにて出生。ブリーズ陸軍士官学校に通い、1910年にミズーリ大学コロンビア校を、1913年にハーバードロースクールを卒業。1913年に弁護士資格を取得し、カンザス式で弁護士業を開始した。 第一次世界大戦中の1917年にアメリカ陸軍風評連隊に入り戦後退役した。1920年、ミズミリ州カンザスシティにて弁護士業を再開。以後20年間、企業活動で成功を収めた。1943年までカンザスシティ弁護士協会理事長及びジャクソン軍共和党委員会委員長。1944年、 共和党全国大会の代表となり、連邦上院議員選挙出馬への支持集めを始めた。現職のフランク・ピー・ブリックズは、1945年にハリー・エスト・ルーマンが副大統領になるために、上院議員を辞職したのに伴い、上院議員に任じられていたが、県はこれを破った。県は、上院議員を一気務めたが、この間、トルーマン大統領に徹底して反対し、 またカンザスシティにおけるトム・ペンダーガストの腐敗した、周票組織の区靴となった。1952年に民主党候補者指名をスチュアート・サイミントンと争い、敗北した。ワシントン DC にて弁護士業に戻り、1965年に74歳で死去するまで、バージニア州にてアンガス牛を飼育した。ありがとうございます。